こんにちは、スタルケルです。今回レビューするのはこのトランスフォーマービーストウォーズより突撃員ランディです。それでは見ていきましょう。ということで、イノシシから戦闘ロボへ変身って書かれてます。で、なんで今回ランディをレビューするのかっていうと、今年2019年の干支がイノシシだからですね。レビューするかどうかすごい悩みましたけどね。このランディに関してはロボット一発変形ビーストって感じですね。でランディはビーストウォーズネオに出てきたキャラクターです。で、こっち側がランディの秘密武器だってことで、チャージブラスター。でランディテクニカルポイント2って、もう2じゃ収まんないですよね。これがビーストギミックだ。イノシシがロボットへ変身、っていう感じですね。で、裏がこういう感じになっていて、はい、底面がラインナップになってます。ビーストウォーズネオの人たちが乗ってますね。ということで、早速開けていきたいと思います。で、いつもこれ開けるとき、いつもカットしてるんですけど、今回ちょっとノーカットで開けるとこまでやっていきたいと思います。はい、あ、書いてますね。地上を突進しながら一発変形、同時に背中のチャージブラスターを構えて敵を粉砕だってことで、いや、めちゃくちゃまずパンパンなんですよね、この箱に。パンパンなんだよな、はい、まず、はい、でここまではいいんですよ。ここまではここからですよ。いや、怖っ。はい、怖い。これまだ壊れてないんですよ。壊れてないランディなんですよ、これ。慎重に行かないといけないですね。よし。もうこの梱包、このブリスターめちゃくちゃ頑丈だな。こんな頑丈じゃなくていいのに。よし、はい、取り出せました。壊れてないよな。壊れてないですね。よし、よかった。はい、ということで、ランディを無事取り出すことができました。そしてこっちの説明書とかいろいろ入ってる方も開けていきたいと思います。はい、で、入ってるのは、はい、これですね。とはがき、そしてこの、まあ、いろいろラインナップとかが書かれてるチラシみたいなやつと、はい、ランディの説明書。はい、これだけなんですよね、説明。まあ、一発変形なので。そしてこのランディのカードが入っています。突撃員ランディで、思い込んだらちょっとつ猛進、目標に向かってがむしゃらに突っ込んでいくパワーはすごい、我慢強い性格で実直、あまりに真面目な性格で組織に馴染めず、今は雇われ兵士としてフリーのサイバトロン、チャージブラスターが唯一の火力だということで、スピード級で一番高いのかな。で、耐久力とパワーが88って感じで、テクニックと知力が低いですねっていう感じです。それではランディ見ていきましょう。ランディのビーストモードはこのような見た目になっています。はい、このような感じ。ピキピキ言うな。怖っ。はい、このような感じです。はい、で、ビーストモードどうでしょうか。こうすごくリアルですよね。レビューに集中できねえ。怖すぎて。この髪の感じとかいいですよね。この塗装の、こういう感じの塗装とか
いいですよね、各所塗装があったり、こう牙がちゃんとあったり、この花の造形とか、うん、この毛並みがちゃんと再現されてるっていうのとかもすごいいいですよね、うん、っていう感じですね。それでは早速このランディをロボットモードに変形させたいと思います。ランディ変身ということで、この変形もちょっとノーカットでやっていこうかなと思います。まず縦髪を外します。縦髪もこれコールドプラスチックなんですよ、はい、あ、そしてここからです。ここからがもう山場ですね。まず第一の山場、この尻尾を上に上げると自動変形するっていうギミックなんですけど、これいきます。はい、来た、よし、よし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 、オッケー、うまく一発変形しましたね。ということで次ビーストモードの手足を90度回す。これがもう、これ前回ちょっと変形させようと思ってやったんですけど、怖すぎてできなかったんですよね。うわー、怖っ、この音やばい、もうめちゃくちゃきついな。はい、上はできるな、下だな、問題はちょっときついですね。ちょっとシリコンスプレー拭いていいですか。怖すぎるな、本当に。ちょっと、はい、ということでこれでちょっとは良くなったんじゃないかな。うわー、見ましたか、砕き散りましたよ。ここの部分ですね、この部分、今この部分が砕け散りました。はい、うわ、またピキって言ってる。はい、うわ、もう破損してなかったのに。いや、まあこれはしょうがないですよね。このランディを変形させる上ではしょうがないですよね。うわ、怖っ、こっちも破損しそうだな。来た来た、よし、なんとか破損することなく、はい、変形できましたね。で、ここもこうなジョイントにこう入ってるはずなんですけど、ちょっと怖いので外して変形させてました。はい、ということでこれでランディロボットモードです。どうでしょうか、このような感じになっています。うん、いや、なんでこれ一発変形にしたんですかね。ちょっと怖すぎますよね。ここスプリング入ってますからね、このここに、はい、こういうのが怖いですね、うん、いや、でも個人的にはこのスプリングギミックよりこの足ですね、足一番怖かったですね。実際砕けましたしね、うん、で、この外した縦紙なんですけど、これがチャージブラスターになりますね。この部分を上に上げる、はい、はい、武器になって、これをこう持たせるという感じになります。はい、こういう感じですね、うん。で、こう顔とか個人的にすごい好きな感じですね。なんか不思議ですよね、こう口元とか、うん、はい、いい造形だと思います。で、このランディのこの顔の部分が胸に来てるところとかすごくいいと思います。そ
それではランディの可動を見ていきたいと思います。まず腕の根元がボールジョイントで、はい、まず上まで動いて、こうこのくらいは動きますね。そしてここ肘もボールジョイントです。そして足もボールジョイントでこういう感じで動きます。で膝も肩ボールジョイントで、はい、曲げることができます。で腰の可動はなく、頭もボールジョイントですね、こういう感じで動きます。はい、可動はこのような感じです。まあ、ポーズを取らせるとこうですかね、こういう感じで、はい、ポーズを取らせることができます。いや、かっこいいですよね、このなんかやっぱりこのビーストウォーズのおもちゃ好きですね。うん、なんかこう側とかあるんですけど、この側が好きだな、このビーストウォーズに関しては、うん、ビーストウォーズの側なんか許せるって感じがしますね、個人的に。うん、で結構こうボールジョイント各所にあるのでポーズも取らせやすいですねっていうのがいいかな。この顔の塗装も結構細かくされてますし、うん、っていう感じですね。はい、ポーズはこのような感じです。それでは次は大きさ比較をしていきたいと思います。まずは以前レビューしたビーストウォーズセカンドのダイバーですが、このくらいの大きさで、これも以前レビューしたビーストウォーズのエアラザーがこのくらいの大きさです。だいたいみんな同じくらいの大きさですね。うん、はい、大きさ比較はこのような感じです。それではこのランディをビーストモードに戻し変形させていきたいと思います。ランディ変身。はい、うまくロボットモードにはできましたが、ビーストモードに戻せるのでしょうか。さっきからレビューこう撮ってるんですけど、途中途中パキッパキッっていうのがすごい聞こえるんですよね。それがもう怖くて怖くて、まずはこの足ですね、足を戻します。はい、戻していきます。ここですね、このこれが、はい、戻りました。こっち肩戻りましたね。よしよしよし、はい、で戻ったので、この尻尾の部分、あ、この腕ジョイントにはめるか、怖え、はい、はい、大破損ですね。うわ、やんなきゃよかった、本当に。はい、これはめない方がいいですね、こうやって。やっぱりはめない方がよかったな。はい、まあということで、尻尾をこうやって戻すと、なんとビーストモードに戻るというギミックなんですね。はい、すごいですよね、この一発変形。そして、はい、この縦髪をまた、こっちか、に取り付けると、はい、ランディビーストモードです。戻りました。はい、このような感じです。はい。ということで、今回の突撃員ランディのレビューいかがだったでしょうか。ということで、まあ、やっぱりこう、一発変形というのがすごく面白いですよね。ちゃんと、一発で大体のロボットモードになるっていうのがすごい面白いと思います。でさらにこのビーストモードの見た目もすごくイノシシっていう感じがすごく出ていていいと思いますね。うん、毛並みとかすごく再現されてますしね。うん、まあ、ただゴールドプラスチックっていうのがそこだけですね。うん、いやでも逆にこのゴールドプラスチックっていうのがなかったら そんなにこう目を当てられていなかったのかもしれないので、それはランディにとっては良かったのかもしれないですね。うん、わからないですけど、
で実際こう武器とかもあるしギミックもあるしっていうので、うん、稼働もちゃんとボールジョイントいっぱいあったので、うん、全然申し分ないじゃないかなと思います。うん、という感じで、まあ2箇所ほど今回のレビューで破損してしまいましたが、まあうん、これはこう遊ぶ用とかではない気がしますね。うん、という感じで、気になった方もしいたらぜひ手に取ってみてはいかがでしょうか。それではここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。ということで今回この突撃ランディをレビューしたんですけど、皆さんゴールドプラスチックシンドロームっていう言葉聞いたことあるでしょうか。金プラ症候群とかも言うんですけど、このランディはその金のプラスチックですね、ゴールドプラスチックが使われています。でそのゴールドプラスチックっていうのは経年劣化でめちゃくちゃ脆くなるんですよ。で有名な動画があるんですけど、このランディをこう手でちょっとキュッてこう握っただけでバラバラに砕け散るっていう動画があるんですけど、それぐらい脆いプラスチックなんですよね、このゴールドプラスチックっていうのは。でさらにこうバネとかネジとかが仕込んであるとテンションによってもう自ら砕け散っていくっていうめちゃくちゃ怖い代物なんですよね。でこのランディがまあこのゴールドプラスチックのまあ代表格みたいな感じになってるんですけど、もうこの新品未開封破損品っていう、もう意味のわからないものがあったりするくらい、もう本当に触らなくても砕け散っちゃうぐらい脆いんですよ。いやここまでこう破損を気にしておもちゃで遊んだってことないですね。うん、でこの他にもこのスーパーリンクのメガザラックなんですけど、これもこの肩の部分ここですね、これ破損ですね。うん、いやこれはもうほんと設計ミスなんじゃないかってぐらいもう速攻で破損しましたね。うん、であとちょっとこの前レビューしたトランスフォーマー復刻版のオプティマスプライマルでしたっけ、とあとこのその元になったエアアタックオプティマスプライマルかな、なんですけど、見てくださいこの腰、股関節かもう破損しましたね。うん、これもすごいそういうゴールドプラスチックとかみたいな脆いプラスチックなんじゃないかなと思います。うん、いやーもうほんと壊れるともうめちゃくちゃテンション下がりますよね。うん、皆さんも何かこうもう間違って壊しちゃったとかっていうおもちゃありますか？めちゃくちゃテンション下がりませんか？もう今回のランディはまあ壊れるだろうなと思ってレビューしてたんですけど、それでもちょっとこう、うん、テンション下がりましたね。何かこう皆さんもこれ壊しちゃったよっていうのあったらぜひ教えてください。ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。よければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。